どうもこんにちは、マネックス証券の吉田でございます。このところもドル高円安傾向続いていまして、最近ではだんだんもう150円に迫るような、ね、動きになってきています。僕からするとまあ予想以上ではあるんですけれども、じゃあこの円安はまだ続くのか、それとも終わるのかということですけれども、円安というよりもやっぱりドル高なんですよね。その背景ってやっぱりアメリカの金利がすごく上がっているということなんですけれども、アメリカの金利が上がっている背景っていうのは、アメリカの景気が予想以上に強いということがあるんですけれども、じゃあなんで予想以上に強いのか、利下げをしたからだって僕は思ってるんですね。利上げの間違いじゃないかっていうふうに思った方、正常の方です。でも実質的に利下げをしたようなところがあったから、予想以上に景気が強くって、予想以上に金利が上がって、予想以上にドル高になってるんじゃないのかなと僕は考えてるんですけれども、これからその辺について詳しくご説明していきますね。まだ正式な発表はされていないアメリカの GDP 成長率ですけれども、もうどのぐらいになるかという予想も出ておりますので、そういったようなことを元にしてですね、これから今後の円安はどういうふうになるのか、そんなことを今回の動画ではじっくり解説していきたいと思います。じゃあまずは最近のドル円を振り返りながらいきたいと思います。さっきお話したみたいに、ドル高円安ここまでのところ147円まで進んできたんですけれども、その背景ってアメリカの金利が大きく上昇していることです。例えば長期金利って10年債利回りで見るのが基本になりますけれども、この10年債利回りって去年 4.3% っていうのがこの間の高値だったんですけれども、更新するぐらいにアメリカの金利が上昇してきて、そうするとドル円もドル高が続くというのは理解しやすいと思うんですけども、問題はですね、この金利上昇の理由は何かということだと思うんですね。それってやっぱり景気が予想以上に強いということだと思うんです。今ご覧いただいているのはアメリカの GDP 成長率前期比年率の推移ということなんですけども、4、6月期の数字まですでに発表されています。今のところこうなってます。4、6月期速報値で 2.4% という数字になって、ちょっと前に改定値も発表されているんですけども、改定値でも 2.1% ということですから 2% 超えているわけですね。少し前までは3月から金融システム不安っていうのが一回浮上したじゃないですか。銀行なんかいくつか破綻したりとかしてですね、ですからもうだんだん先々リセッションになるんじゃないか、景気が後退に向かうんじゃないかっていうふうに思われてたところ、とりあえずはそういうリセッションの懸念は後退したっていうのがこの 4,6 月期の数字で確認できることなんですけども、この辺までだったらいいんですよ。アメリカも潜在成長率大体 2% ぐらいって言われてるので、 2% を超えるとまあまあ景気いい、ちょっと下回るとまあまあ景気悪いみたいな 2% ラインですから、このぐらいだったらいいんですけれども、問題は足元のアメリカの景気ということになるわけですけれども、今が9月ですから、まさにこの7、9月期っていうことなんですけれども、それについて普通であれば7、9月期が終わって約1ヶ月後に正式な数字が発表されるわけですけれども、それまで待ってるとどうしてもマーケットって先読みの世界ですから、あんまり意味がないので、ですから足元のところでやっぱり少しでも早く確認していきたい。でそういうので使えるのが GDP 予測モデルっていうのがありますので、その中でも定評の高いのがアトランタ連銀の GDP Now っていうやつなんですけれども、これの7、9月期の予想値っていうのが随時更新されています。その数字によるとですね、なんとこの7、9月期のアメリカの成長率は 5.9% ですよ。すごいですよね。 5% を超えるっていうのは何年か前の中国みたいな感じで、まさに新興国並みみたいな感じですよね。成熟した先進国のアメリカで四半期成長率が 5% を超えるなんて普通はないです。まるで新興国並みの高成長になっているという話になったら、それはリセッションどころじゃなくて景気過熱してんですかって話になってくるから、金利がこの間の高値を更新するほど大きく上昇するのもわかるじゃないですか。予想以上に景気が強いということなんですね。でもですね、一番大事なのはこれですよ。なんで急にこんなに高度成長みたいな四半期成長率になってるのか、なんでこれほどまでに予想以上にねアメリカの景気が強い可能性があるのかというところが一番肝心だと思うんですけども、さっき冒頭で言った通り利下げしたからですよ。って思うじゃないですか。利下げしてないでしょって、ずっと利上げでしょ、言い間違えてんじゃないのって思う方の方が全く正常なんですけども、アメリカはご存知の通り歴史的なインフレが続く中で、ずっとインフレ対策で利上げをこうずっとやってきたわけですよね。それをだから一回やめるとか一段落させるとかっていう話はあるけれども、利下げをしたっての聞いたことないですよね。でもですね、一旦まるで利下げをしたようなほどアメリカの金利が大きく下がった局面があったんですね。今これ10年債利回りの推移を今年の1月からのものをご覧いただいています。注目していただき
きたいのはここです。3月から4月にかけて金利すんごい下がってるじゃないですか。 4% を超えてたところから一時 3.23% ぐらいまで 1% ぐらいね下がったわけですよ。でこの局面なんで金利がこんなに下がったかっていうと、さっきも言ったみたいに3月に入ってから間もなくして金融システム不安が浮上します。でそれを受けてですね、これはもう利上げ続けられないね、もうすぐに利下げに転換しないとダメだねみたいな感じで金利が全般的に下がったわけですね。で今ご覧いただいているのは10年債利回りという長期金利っていうことですから、本来景気を反映するんですけれども、金融政策を反映する金利っていうのはもっと短い短期の金利とか中期の金利です。代表的なのは2年債利回りっていうものになるんですけれども、この2年債利回りですね、 5% を超えてたところから金融システム不安がぐーっとこう広がる中で一気に 4% を大きく下回るまで最大で 1.23% ぐらい下がったわけですよ。アメリカの金融政策の金利っていうのは政策金利って言いますけれども、 FF レートってやつです。 FF レートは 5% その当時でも超えてたわけですよ。それをですね 4% 以下に2年債利回りが下がるってことは、要するに FF レートが 4% 以下に下がることを先取りして低下したって意味なんですね。すなわちだいたい1回の金融政策の変更って普通だったら 0.25% とかそんな感じですよ。なのに 1% 以上 FF レートが下がることを先取りして動いたということは、あっという間に 0.25% かける 3,4 回の利下げを織り込むほどね金利が下がったということなわけですよ。それに反応する形で今ご覧いただいている通り長期金利もすごく下がったということなわけです。だからこの3月とか4月当時って、早ければアメリカはもう6月とか7月にも利下げに転換して年内に3回ぐらい利下げする可能性が高いことを織り込むほど金利が下がったわけですよ。金融政策を決めるのは中央銀行で、アメリカの場合は FRB ですから、 FRB はそういう気持ちはないって言うんですけれども、もうさっさと織り込んでですね、金利が大幅に下がって実質的に利下げをしたようなものなわけですよ。で結果的には FRB は言ってる通りに利下げはしませんでした。だからだんだん金利もこうやって戻ったんですけれども、たった約2ヶ月程度とは言いながら、ほとんど大幅な利下げをやることを織り込んだような大幅な金利の低下っていうのがですね、僕はこの7、9月期にかけて景気刺激要因になった、やっぱり一番の要因なんじゃないかなって思ってるんですね。金利は下がりすぎると景気に対して刺激的になって景気回復を加速させます。結局その後見てきた、さっき4、6月期の時は 2% 以上の成長、それが7、9月期になってくると加速してって話を、そういう予想になってるって話をしましたけども、それは金利が下がりすぎたことが一番の原因だったんじゃないかなと思うんですけれども、ただですね、じゃあそういう予想以上に強い景気がもっと続いて金利上昇ドル高が続くかっていうと、まあそうでもないんじゃないのかなと思ってるのは、今度は逆の話をするんですよ。今10年債利回り長期金利が 4% を超えてきたって話をしましたけれども、去年の高値の 4.3% を一時更新するっていう動きをご説明しましたけれども、その通りなんですよ。僕らは一回この 4.3% まで金利が上昇したことを経験してるわけですよ。ここです。去年の10、11月にかけて金利は 4.3% まで上昇した、今回みたいなことあったんですけれども、じゃあその後何があったかっていうと、金利は大きく下がるんですよ。なぜかっていうと、長期金利が 4% を超えるような動きというのは、今度は景気の足を引っ張って先々景気が減速するんじゃないかってことを織り込む形で一転して金利は下がるんですね。景気が強すぎるから今度は金利が上がりすぎの状態になっている。だからこの上がりすぎの金利上昇というのがですね、一転して景気を悪化させて、それに伴ってそれが現実的になってくると金利は下がる可能性があるんじゃないかなって、今回の場合もね、下がりすぎた金利が景気を予想以上に強くさせたところからですね、一転今度は予想以上に強い景気が金利を上がりすぎにさせて、それが先々の景気減速をもたらす、そういう転換点に今あるんじゃないかなって思っています。その辺がはっきりしてくると金利上昇ドル高は止まるんでしょう。そして景気の減速の兆候が出てきて金利は下がってくるんだって、利下げはしないにしてもですよ、金利は去年の12月から1月に見たようにこのグラフにあるような感じで今後下がってくるなって話になったら、今度はドルが下がってくるんでしょうね。今見ているドル高円安ってのはそんなことで、予想以上に強いアメリカの景気がもたらした金利上昇に裏付けられたものなんですけれども、そこが今僕は転換
換点にあると思ってます。だから早ければこの9月中に金利上昇ドル高がですね転換する。でそれがどん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 ドルが下がってくるかどうかっていうのはアメリカの景気減速の兆候が出てきて金利が下がるという見通しになってきたから起こる話なんですけども、そんなね転換点にあるんじゃないかなという具合に僕は考えています。ということで今回は債券利回りや GDP 予想から今後のドル円について予想してきました。ぜひ今後もドル円の最新情報を届けていきたいと思いますが、このチャンネルでは実は毎週月曜日にウィークリー動画をアップしています。まだ見たことがないよという方はぜひこれを機会に視聴していただければと思います。一応今週の月曜日の動画も動画の説明欄にリンクを貼っておきます。こちらの方をぜひ参考にしていただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。